ピート・ハミルはアメリカ合衆国のジャーナリスト、コラムニスト、小説家。ニューヨーク州ブルックリン生まれ。妻はジャーナリストで作家の青木フ子。二人の娘の父親である。ピート・ハミルはアイルランド系移民の親を持つ7人兄弟の長男としてブルックリンに生まれる。家の経済的理由から高校2年で中退し、後に通ったカレッジも中退した。 ブルックリン海軍工廠の板金工場で働き始める。1952年に海兵隊に志願し、フロリダ勤務となる。その頃、アーネスト・ヘミングウェイやコンラットに傾倒し、自身もジャーナリズムや作家への憧れを持つようになる。海軍を除隊した後は、ニューヨークの美術学校プラットインスティチュートとメキシコのメキシコシティカレッジ、メキシコシティカレッジに通って、 美術を学び、1956年にはマンハッタンに自身のスタジオを開設して、グラフィックデザイナーとして、生計を立てるようになる。1958年23歳の時に、当時、ニューヨークポスト紙の記者で作家でもあったジェイ・ウェクスラーへ、送った彼の著作への感想が、ウェクスラーの目に留まり、記者としてニューヨークポストに迎えられる。以後大衆を中心に活躍し、 ベトナム戦争では、ジャーナリストとして、反戦の立場を貫いた。1968年、初女作、キリング・フォークリストを発表し、小説家としても歩み始める。ハミル作品の評価は、乾いた簡素な文体の中にも、名もなき人々の生活心情を救い上げようとする、彼独自の優しさにあふれた眼差しが心情であると、言われる。日本では、 山田洋二監督作品である絵が幸福の黄色いハンカチの原作を書いたことでも知られている。1973年、ドーンが幸せの黄色いリボンを歌いビルボード1位に輝く大ヒットになった。これに対しハミルは自分のコラムを元にした歌であるとして提訴したが後に取り下げた。 夫や恋人の帰還を祈って黄色い布を巻くのは以前から見られた風習であり、1949年にジョン・ウェインが主演し大ヒットした西部劇黄色いリボンでもこの風習を歌詞にした映画と同タイトルの民謡が主題歌として歌われている。原作となったコラムはニューヨークスケッチブックに収められているが単行本発売時には掲載されず、 文庫本化された時に35作中最後の作品として追加掲載された。2020年8月5日、ニューヨークの病院にて生居。85歳没。ありがとうございます。